平野智介平野智介は、日本の医師、政治家、衆議院議員。相模国講座軍藤沢塾で、役首相、平野六三郎、鶴夫妻の長男として生まれる。読書院に通い小笠原東洋に漢学を学んだ。1875年10月、第18大工小学校の代用教員となる。1880年頃から、自由民権運動に加わる。 1883年8月、東京大学医学部別科を卒業した。1884年、神奈川県南多摩郡八王子に移住死院を開業して、診療は午前のみで、午後には民権運動の活動を行う。八王子でキリスト教に入信。石坂正隆の娘、美奈子と婚約していたが、美奈子が北村東国の下に走り、 1888年に婚約を解消した。1889年、帰郷して委員を開業。1892年、看護婦の安田等と結婚。1901年、政界浄化のため三春太郎らと神奈川県厚生クラブを設立。1902年8月の第7回衆議院議員総選挙で神奈川県軍部から無所属で出馬して当選し、 衆議院議員を一気務めた。地元では、湘南中学校、藤沢小学校、久米沼小学校、明治小学校の校医、藤沢小学校講演会長などを務めた。1924年9月19日、藤沢駅落成祝賀会で祝辞を述べた後に、脳一血を起こし半身不随となり、約4年間の闘病生活を過ごして死去した。ありがとうございます。